基本、楽天さん打者28人で試合終了。20日オリックス戦、楽天は先発藤平が7回途中3失点の力投を見せるも打線が沈黙した。相手先発山崎の前に太田の今季1号ソロのみに抑えられ借金5となった。28人で攻撃が終わり、石井監督も1安打じゃさすがに厳しいというしかなかった。楽天は15試合を消化してチーム打率1割8分30得点と打線の不振が顕著。石井監督は打線の奮起を求めた。貧弱打線すぎて草、ノーヒットノーラン未遂、采配もクソもない、ナイスゲーム、メンタルやられててくさ、この一本だけか、これ見てるとロッテはまだマシやな、安心して日ハムとやったら打率上がるよ。こうなると2割も打ってた西川とかマルモレホスが恋しくなる。本当にひどい。楽天モバイル球場と改名したせいで打線がつながらない説。